今日の浪江町の仮設食堂、一番人気は海鮮丼です。料理をするのは黒坂栄さん。今日は落ち着かなかったね、本当に、いっぱい来てくれるんじゃないかなとは思ってたんです、解除ですからね、解除に向けて設置された仮設商店街、ここに去年10月末に食堂を開きました。ここですけども、この震災前、黒坂さんは町のメインストリートで寝具店を営んでいました。まあ怒りもあったんですけど、やっぱり悲しかったですね、祖父の代から50年以上守り続けた店でした。穴自体はネズミの出入り口、ネズミが開けたんですか、そう、果樹ってそう、綿の原面の中にもう子供作ってっていっぱいいたんですよ、子供が、これはもうダメだなと思ってね、町の中心地だった駅前の商店街、この6年間時間は止まったままです。雑貨屋さんみたいなもんですよね、本当めちゃくちゃですね、だんだんひどくなってきたよね、これね。解除なのにメイン通りですこんな状態だって、どういうふうに、いや本当にやっぱり放射能のその影響が大きいんじゃないかね、来て整理したくてもできないんじゃないかね、怖くてね、やっぱり。国は除染が進み放射線量は下がったとしています。しかし近づくのが危険で除染できない建物も残されています。帰ってくるっていう人はまずいないですね、まあ、何しろね、その隣の人に会うことがないですからね。帰りたくても帰れないふるさと、そんな状況の中、寿司職人をしていた息子が町で店を出すことを決めたのです。本当に迷って、それで、まあ、今回海鮮丼始まったんですけども、大変でした。やっぱり慣れてる仕事が一番良かったんですけども。浪江に戻る、黒坂さんは決断しました。6年前の感じに今戻ってますよ、もう、あ、やっぱり自分の家だなっていう感じで、黒坂さんの自宅、周りの家には明かりは灯っていません。実際にどれほどの住民が戻ってくるのか、帰還者数の目安となる自宅への宿泊登録者は浪江町を含む4町村でわずか 5% です。できればね、その昔みたいな、あのそういう浪江のいいところがある店、あの町になってもらえば俺いいかなと思うんですけどもね、戻れる状態ではないですよね。2年3年とはそういうんじゃなくてね、10年20年スパぐらいだったらば帰ってくる人も出てくると思いますよね。